皆さんこんにちは、りょうこの育乳のお時間です。今私が行っているこの運動は、今週トライしている育乳メソッド、ふわふわおっぱい体操です。やり方は非常に簡単です。まず右側の手で左側の乳を持ち、鎖骨の中心に向かって1秒間あたり2回から3回ずつ上に引き上げます。この時あまり小刻みに動かしすぎると逆に乳が小さくなってしまうという説もあります。気をつけましょう。続いて逆側も同様に行います。左側から行うのは心臓がある側ということで、より大きな効果を得られる可能性があるということです。さあ月火水続けてまいりまして、現在の感想ですけれども、なんとなくですが少し張りが出てきたような気がします。手のフィット感も少しよりこう吸い付くような感じといいますか、気持ち的なものかもしれないんですが、少し変わってきたような気もしています。最後に両側の手で土を持ち、中心に向かってまた上に引き上げる運動、1秒間あたり2回から3回ずつ行うのも忘れないようにしましょうね。さあ残り木金土日とあります。日曜日には一体この私の父がどれだけ大きくなっているのか、ぜひ皆様にもご注目いただきたいと思います。それではまた日曜に。ごきげんよう。